今日はね、新藤まなみさんに来ていただいております。今日のトークテーマですが、はい、何ですか？恐怖の妄想大暴れ男。え、これ何？元カレ？元カレです。そっかそっか。どのくらい付き合った方なんですか？1年半くらい付き合ってます。どんな方やったんですか、その恐怖の大暴れ男は？35歳ぐらい、私が24か5かな、5ぐらい。かっこよかったんですか、その方は？35歳。ブスなんですよ。ブスなの？ブスなの？ビッグサイは。私 B 線で、九州が生まれて、さっきちょっとお話したんですけど、周りの人がみんな濃いんですよ、顔が全部。で、なんかこう一本線で描けるような、私的にはもうドタイプだったんですよ、もう顔が、控えめ。しかも性格もめっちゃ控えめ。あ、じゃあ本当にもう優しすぎる人で、何がそんな狂言どうなったの、ね、その。いや、なんかもともと出会った時とかは、なんか私の友達とかにもこう、なんか飲むとか大丈夫とかこう気にかけてくれたりとか、こう周りの空気をすごい読んで、なんかいろんな行動を取れる方で、あ、素敵な方やなと思ってってたんですよ。で、まあかっこいいと思って、で付き合ってたんですけど、で1年半ぐらい経って、でなんか私普通に仕事終わって、じゃあ今終わったわ、帰るわって言って LINE して、で普通に家帰ってきて、鍵ガチャって開けて、ドア開けようとしたら家のドアノブがなくて、ドアノブってそんな簡単になくなるもんな？そうなんですよ。普通にちゃんとしたマンションやし、オートロックでそこまでは行けないはず。鍵もこっち持ってるもんね。そうですそうです、まあ、一応相手も預けてはいたんですけど、合鍵みたいなのね。ただ今日会うとかいるっていう話はしてなかったんですけど、いきなりドアノブもなくて、怖っと思って。怖い、なんか泥棒かなってなるやん。入られへんわ、怖くて警察呼んでまうわ。すぐ警察呼ぶわ。びっくりしすぎて、とりあえずその彼氏に電話かけたんですよ。やばいねんけどみたいな、ドアノブのいいねんけど帰ってきたらって言って、そしたら、えみたいな。そしたらドアが開いたんですよ、中から。で、私の家なんですけど、チェーンロックかけられてて、で、こんくらいのそのドアとそのチェーンロックの隙間から、彼がいて、この隙間からこうやっていて、隙間の向こう側は真っ暗なんですよ。足元気をつけてねって言われて、みたいな。え、ちょっととりあえず開けてもらっていいって言って、こうやって開けてもらうじゃないですか。で、ほんならなんか玄関から部屋に行くまでに、鏡、食器、なんか洗濯機、電子レンジ、ごちゃーって全部。洗濯機？洗濯機ドアとかも取れてて。洗濯機のドア？ガラスと家具家電が全部壊れてて、で部屋入るじゃないですか。そしたらテーブルとソファーとベッド以外のテレビとか、MacBook とか、iPad とかが全部壊されてて。壊されてる。でも MacBook とか2つになってて、最悪。逆パターンみたいな。竜巻通ったみたいになってんねや。じゃあもう本当に強盗入ったんじゃないかってぐらい、じゃあもう逆にそういう風に思うよね、彼氏に。じゃ怖いよな、そんなやっとってさ、足元気をつけてね。怖いよな。でも普通自分冷静になったんかな。冷静に言ってるってことは、なんか足元気をつけてって、誰かがこう入ったのをこう彼が後で、ね、気づいてくれたみたいな感じ。あ、助けに入ってくれたみたいな。まさか何しとっても、そんな洗濯機のドア壊す必要もないしな、 MacBook 逆にする必要もないし。どう反応、最初の反応どんな反応だったの？で、どうしたみたいな感じ言って、いや俺と会う約束してたじゃんって言われて、え、いやしてないくないみたいな。だって今日ずっと LINE しててやんって、ずっと外で仕事してて、あ、今終わったから帰るわって言ってたのに、なんか家一回帰ってきたのに、他の男の家に遊びに行くからって言って出てったって言われて。え、じゃあ彼氏は一回家に帰って、ほんでまた遊びに行ったやろうっていう難癖をつけてきてるってこと？そうですそうです。なるほどな。で、その人は、さっき会ったじゃんって言うんですよ。どこで？俺家に、私の家で待ってて、私仕事終わって帰ってきて、一回合流したのに、他の男の家に泊まりに行くわって言って出てったやんって言って。え、ちょっと怖っ。言われたんですよ。え、ドッペルゲンガーがおるんじゃん。今日初めましてやで、みたいな言って。でも、実は、これで妄想男かと思っとったけど、まなみさんが二重人格者で、やばいよ、急に乗り移ってきて、実は一回帰ってきてて、どっちなの、他の家の男行くわっていうのあったんかもよ。だとしたらごめんなさい。すみません。いやいや、だとしても暴れんなって話ではあるからな。そう、ね、で、LINE のやり取りとかも時系列的におかしいし、今から帰るわって言って、2、30分後にもう家着いてるやんかって言って、電話してるやんって言って、だその間に私は帰ってきて、一回外行って、今また帰ってきたんかって言って、おかしいやんって言ったら、確かにな。え、ちょっと待ってみたいな。
俺妄想してたかもしれないって言われて、妄想、うん、おーってなって、え、やばいな、妄想ってそこまでリアルにできるんやな、本当に。でもどうやってドアノブ外したん？鍵持ってるやんって話じゃないですか、うんうん、で私もなんか冷静にぐちゃぐちゃになってるし、何があったんやろと思った後に、なんでてか外にドアノブあったのかなみたいな感じで言ったら、いや俺はなんかパニックになってのんちゃん家に突撃して、こうあの傘、隣の家の人の立てかけてあった傘で、うん、鍵をバーンって壊したんだけど、あ、鍵持ってるやんって思ってその後開けて入ったって言ってて、意味不明、本当になんでそれで家ぶっ壊したん？家ぶっ壊されました。弁償はしたの？そうで、その総額が280万ぐらいかかって、あの現状復帰するのに返済してもらいました。全部ぐらい、はい、かけて。でもそれは覚えてないの、うん、彼は何を言ってんの、それ言い訳としてっていうか、そのな、妄想したじゃないけど、妄想した、まあ、でもちゃんと認めて謝ってんやろ、それで。そうです、そうです、そこではっみたいな。でもそれ別れられた、うん、その日に別れました。あ、できたんや、あんな大暴れするようなやつやのに。うまいことなんか、もうあんた無理みたいな感じ言ったらまたこうなるかなって思ったんで、うん、いやシンプルに今多分こう一緒にいることが健康的じゃないよね君みたいな感じで、うん、心の健康をまず保てないとこう仲良くやっていけないから、ちょっとやめようみたいな感じで、こうめっちゃ冷静言いました。でも早く別れてよかったな、そこからまたそれで2度目3度目って、ほんでまた DV とかになっていったりとかな、なんか怖いことになったら、そんなになったら嫌やから、うん、もう怖くて、怖い、なんやろな、ストレスやったんかな、じゃあ彼は。ほんまになんなんやろね。でもガチでこう二重人格なのか、そのなんていうの、妄想っていうか、うん、もう違う人がそれを感じた。一回だけほんまに許されるもんなら、とあるどこかのお家に入っていろんなもん全部ぶっ壊すっていうのをやってみたいな、ね、一回。ちょっと怖いな。いや許されるんやって、だから全部ぶっ壊すって気持ちよさそうじゃない？あるやん、そういう施設も。家電壊したりとか、そう、あるやん、そう、ああいう感じで、ほんまに住んでるとこのちゃんともう壊していいですよっていう、一から全部。ダメだよね、多分。いや、あかんけど、だから許されるのだって話やん。誰が許すの？許されるな。だから想像の話やん。だからそのストレス発散にはなったやろな、彼はその1回の200万分のストレス発散になったから改善してるといいなと思って。まあ知らんからな。そうなんですよ。そうやね。真相はね。闇の中でございます。皆様ね。それかマジでドッペルゲンカだよ、マジで。いやほんま、でこれでやっぱり結局自分が悪かったってパターンだ、めっちゃ最高やわ。映画かけてほんま。